おい、どうも、こんにちは、ゲンです。ういって言っちゃった。はい、というわけでね、本日もですね、はい、怖いゲームやっていきたいと思います。というわけでですね、はい、まず探索溶かしている探索ゲーなんですけども、本当に何もないんですよ。本当、怖いぐらい何もなくてですね、探索しようとしてるんだけど、ね、何も、だから、本当にもう、ちょっとずつ、本当地道に探索するしかない。おこっちも入れんのか。なるほど。そっかそっか。ふすまだもんね。普通に見落としてた。村の沖縄について書かれてる。重要だと思ったことを記録しておきよう。特別な用事以外で村からの外出を禁ずる。また外出する際は許可証を得る。年に一度儀式に参加すること。村からの追放。一家に一台魔除けの鏡を置くこと。これ家にあった魔除けの鏡ってあれ2階にあってですね、多分ね。2階にあったのが魔除けの鏡なんだね、きっと。井戸の塔では、一家族で一棟。塔が高いほど権力が高くなる。家族の遺体は遺骨の一部を除き、すべて鬼逃げさせること。遺骨は親族の家の骨骨に収めること。はぁ、あ。外出許可書なのかもしれない。提出必須させている。村を出るときは自分の家の鏡を一族の井戸の塔に青いちごの花と共に埋めること。怖いですね。これ怖いね。怖いけど、普通に見なかったことにするから怖いからな。川島家。伏見家。多分伏見家って自分の家だからね。自分の家だから多分こっちも調べた方がいいんだよね、メインで。ここが多分メインだと思うんですよね。汚い。こんな、なんてはっきり、なんかね、青鬼とかで隠し扉とかありそうな気もするけどな。気のせいか。これ裏とかなんもねえもんな。ね、ここ入れそうじゃない？ね、ここじゃね？もしかして。ねえ、みんなここかもしんない。ここだな、お前な。マジか。お前ふざけんな。お前、マジか。こんなところにお墓。こんなところに行って。ちゃんとくぐれる。開かない。鍵は右側の扉につく。古びたおかげ。すごい今、クソデカ息を、で、吸っちゃった。怖すぎて。これ絶対出るな、この一本道な。一本道は危ないって、このゲーム。このゲーム一本道やばいんですって、皆さん。このゲームの一本道がどれほど怖いものか。わかりますか？あ、行っちゃったね。何？急にマップ広くなっちゃったんだけど。何も入ってないね。この感じ何もなさそう。これやな、明らかに。これね。ぬしら民。ね、逆から読むと見たら死ぬね。じゃあ見ましょう。じゃあみんなで、これみんな見た人みんなね、巻き添いだから今日はね。これ制作者が多分取りに行ってんだよね。山奥入ってね。これね、すごい。すごい手が込んでるよね、このゲームね。5号室ね。大号室知ってるよ。でも何もビデオの内容は多分変わんないよね。ちょっと自己主張強いな、お前な。左下な。どんどん出てきてんじゃん。でも、わかんない。なんかめっちゃ、なんか、あえいでるし。いやもう見ないんだけど。あ、これはもう試し、あ、これはもう、もう一回見れるよってこと、もしかして。ここでもう一回見とこうか、みたいな。そういうこと？もしかして。これ帰りのが怖い、このゲーム。ちなみに。ふっ。汗、いい汗が出る。いい汗発汗してるね。今日もね。いい汗発汗してますよ。工具などがある。なるほど。工具室ですか。なんだ、工具室。これ、でも、これも一応、調べとくか。全部。全部調べる必要ないよね。このゲームってなんか、大抵のもん地面に落ちてね。そこら辺にね、雑に落ちてるよね。重要なキーこそ。だからちょっと、ここは、なんもないということで。曲がり角怖え。
このゲームの一本廊下がどれだけ怖いか。この壁は何かが違う。後から無理やり埋めたような感じがする。あ、でもそっか、持ってれば勝手に出んのか。なんとかかんとかしますかとか。まあ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 。うわー、うんこ出そう。本当にうんこ漏れそう、怖くて。南京錠がついてる。これ鍵拾わなきゃダメだな、どっかで。どこに鍵あった？これ外か？外行ってみようか、一回。外全然見てないもんね。外に落ちてると予想したいんだが。そんなことない。いやー、なさそうっすね、外に。外にないよな、多分ないんだよな。すっげえかかしてキモい埋まり方してるわ。うわー、クソやだわ。浸水してるとかない？鍵が水の中に入って取れないって。池の水全部抜くしかねえみたいな展開はない？なさそうだね。クソデカため息が出ますよ。また中探索だよ。まあでも探索できる部屋を探索するしかねえな、ここに関してはな。入ってんじゃねえか。入ってるんだったらさ、もうね、めっちゃ入ってる。バカみたいに入ってんだけど、引き出しに。何この急に雑になってくるの、アイテムの。あんなホテルの時さ、堂々と置いてたのに。そしたら工具室全部調べなきゃいけないじゃん。ねえ。みんなね。もうむっちゃくちゃなんだけど、さすがに。なんでこんな入ってんの？バカみたいに入ってたよね、みんな。セーブでしょ、こんなん。セーブだよ、こんなんな。バカみたいに入っててな。じゃあ、1934年第5回見てみましょう。ピシャ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 。あ、これは見せてくれんのね。どういう行為をやってるかっていうのを見せてくれんのが。これ MP3 じゃね？どちらかというと MP4 というよりかは、ちょ、あの音声だけ。あれ待って、 MP3 と MP4 ってどっちが音声だっけ。まあ、どうでもいいけど、映像ではないですね。これはあくまで参考。まあ、1934年ですからね。じゃ、ちょっと、びくしゃー！なんだお前。なになにこれ、これ何？誰やお前。これ友人か。これ女の子かな。多分ね、これ怖い加工されて、目とか多分塗りつぶしてるから怖いけど、多分普通にやったら美人さんだよ。だって顔整ってるもん。まあまあまあ、そこは置いといて。これエンディング流れてるやつじゃん。これエンディングの BGM じゃん。じゃあ、今からこの曲を歌本のたたりのテーマにするか、普通に。なんで？めっちゃなんか急に八つ当たり食らったんだけど。僕何もしてませんよ。何もやってないのに。まあ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 。大丈夫でしょう。何が大丈夫なんじゃいっていうね。うわ、クソ怖えや。なんかすごいなんか、色の三原色だけになっちゃった。赤、ね、青、なんとかかんとか。ということでセーブして、じゃあポスター見るか。喉のポスター。何のこれ、喉なの？あ、これ、横顔か。あ！これ、ホテルで見ました、こいつ。喉のみ切り取る。胴体と体いらす。ちょっと待って。ってことは、手は？見た、こいつも。これもう、ちょっとやばい。分かってきたかもしんないね。不要な人間は、人体の模型として売る。高い値がつくだろう。クソデカため息。はぁ、クソデカため息が出た。普通に。というわけでね。今日やばいね。今日キリいいからここで終わるか。怖いし。怖いし、また次回に回そう。怖いから。じゃあね。次回工具室調べます。じゃあ。